本作の脚本演出をお務めいただきます、大都市としてヨーロッパ企画の大都市としてどうも、よろしくお願いいたします。脚本演出としています大都市です。今回この劇に関してはですね、やはりクイズを扱った題材と言っていて、クイズの面白さを扱うことも、まあ、さることながらですね、各登場人物それぞれにそれぞれのドラマを、それは原作の魅力でもあるんですけど、描いています。ですのでこれをご覧いただく皆様にもですね、この各それぞれ登場人物が持っているキャラクターのドラマに何か共感する部分があるのではないかと思いますので、そこにぜひ注目して見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本作主役を務めさせていただきます、越山式役石井幸人さんです。はい、今回、越山式役を演じさせていただきます石井幸人です。今回ですね、僕が演じる役の越山式君も競技クイズに初めて触れる役で、もう僕自身も初めて触れたんですけども、そこに関しては、役と二人三脚で競技クイズに、取り組めたんじゃないかなと思います。そして個人的な見どころというのはですね、小沢さん演じる笹島学徒との二人のシーンなんですけども、その四季の気持ちを汲んでくれて、四季の内面が出てくるシーンもあるので、そこもぜひ見てほしいなと思います。そしてガチクイズが今回あるということで、そうですね、本当にガチで皆さん勉強してガチでクイズをやっていて、毎日悔しかったり勝った時は嬉しかったり、そんな稽古もしてきました。千秋楽まで負けないように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。本作、ヒロインを務めていただきます深見麻里役乃木坂46鈴木彩音さん、よろしくお願いいたします。今回深見麻里役を演じさせていただきます乃木坂46の鈴木彩音です。マリちゃんはとてもクイズが大好きな子なので、私もクイズのことを好きになろうと思って一生懸命台本と同じくらいクイズの勉強も頑張ってきました。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして笹島学徒役小沢亮さん、はい、お願いいたします。笹島学徒役の小沢亮太です。そうですね、今回クイズがテーマになっていて、本当見に来てくれる皆様に、クイズを、分かってもらうというか、クイズの素晴らしさを分かってもらえるように、作ってきました。で今回日本放送の吉田さん、そして声優の補正さんや、ヨーロッパ企画の方、そして客室と、ね、おののジャンルがいろいろといろんなジャンルの方々がいるので、そこも見どころだなと思ってます。そして僕の役は、笹島学徒、クイズがすごく好きで、よく喋る役なんですよ。この舞台でも4割ほど喋ってますので、見に来てくれる皆様にこう分かりやすくクイズを、ね、理解してもらえるように、肌で感じてもらえるように頑張っていきますので、ベラベラ喋りたいと思います。よろしくお願いします。続きまして御厨千里役中村海人さん、お願いします。はい、御厨千里役の中村海人です。そうですね、1ヶ月間稽古やってきまして、お芝居の稽古もそうなんですけど、クイズの稽古もしっかりやってきまして、それを千秋楽まで出せればいいなって思いますし、僕が演じてる御厨千里というキャラはすごいクールでかっこよくて、自分とは結構かけ離れているので、本当に役作りがすごい楽しかったです。そうですね、個人的な見どころはやっぱ御厨っていうこともあって、越山との二人のシーンだったりとか、そういうのをしっかり見せられたらいいなって思います。千秋楽まで頑張るので、たくさん足を運んでくれたら嬉しいなって思います。ありがとうございます。ありがとうございました。では最後に井上大輔役ヨーロッパ企画諏訪正志さん、よろしくお願いします。はい、井上大輔役の諏訪正志です。よろしくお願いします。クイズを題材にした演劇っていうのはあんまりこう見たことがないんですけども、こうやってみると意外と相性がいいんだなっていうふうに思いました。やってるのもすごい楽しいし、見てるのもすごいエキサイティングになれると思います。クイズ、原作の面白さでもあるんですけども、このクイズの面白さ、奥深さっていうのが、この作品見てすごい書かれてると思うんですけど、早押し一つでこんなにテクニックがあるんやなっていうのをすごい面白いなと思って見てます。これを見た後はすごいクイズがやりたくなると思うので、ぜひ見た後は皆さんの仲間を誘って、クイズ研究会を作って、早押しボタンを買ってっていうクイズをいつでもやれる環境を整えていただければなと思います。よろしくお願いします。